ゲティスバーグの戦い、ゲティスバーグの戦い、ゲティスバーグの戦い、バトル・オブ・ゲティスバーグは南北戦争において事実上の決戦となった戦い。ゲティスバーグ戦役の中核を成し、アメリカ合衆国軍とアメリカ連合国が双方総力を結集、南北戦争史上最大の激戦となった。この戦いが転換点となり、合衆国軍が優勢になったと見るのが伝統的見解である。 チャンセラーズビルの戦いが南軍の勝利に終わり、勢いに乗ったリー将軍は北部へのさらなる攻撃を企としていた。目標はボルティモアやフィラデルフィアでこれらを攻略することにより北部の継戦意欲を失わせることができると考えたからである。同時期、北軍は司令官をジョセフ・フッカーからジョージ・ミードに変更するという指揮系統の改善に追われていた。 チャンセラーズビルの戦いで敗北したフッカーが、リンカーンにより更迭されたのである。代わりに、ミードが選ばれた理由の一つは、彼がアメリカ合衆国内で生まれていなかったこと、すなわち、アメリカ市民でも国外で生まれている場合は、大統領選出馬できないという政治的な理由からだと言われている。ゲティスバーグは、当時のアメリカにとって重要な地点であった。 その理由の一つは、ゲティスバーグが、鉄道や主要道路が集まる交差点であり、そこを確保できれば、戦争を有利に進められるかであった。つまり、ゲティスバーグは補給と、部隊増強の要所だったのである。しかし、ゲティスバーグの地理的重要性を、双方とも理解していたにもかかわらず、南軍、北軍ともにこの地点へ、積極的に進軍しようとはしなかった。 その理由としては、ここに部隊を送り込むと、必然的に大規模な衝突が避けられないことが挙げられる。ゲティスバーグの戦いは6月初旬頃から起こっていた、小ゼリ愛から発展した戦いである。6月3日に最初の衝突が起こると、リー将軍は直ちに戦場に兵を派遣し、騎兵を町の北西にある丘陵の尾根に配置した。だが、本格的な戦闘が始まったのは、 7月1日午前5時からであった。当初、南軍がこの地域に部隊を送り込んだのは、北軍の勢力下にあったゲティスバーグを偵察する目的であったとされる。しかし、先に述べた地理的要因から部隊間の衝突が頻繁に起こるようになったため、両軍は援軍をゲティスバーグに集結させざるを得なくなった。これにより、運命の7月1日午前5時を迎えることとなる。 7月1日午前5時早朝、南軍の不評が北軍の騎兵を射撃したのがゲティスバーグの戦いの始まりとされる。当初はいつも通りの小競り合いだったが、次第に大規模な戦いに発展した。この時衝突した部隊は北軍4個騎兵大隊に対し、南軍は2個不評旅団であった。部隊の集結が不完全であった北軍は援軍を待つ、間、 兵力面から見ても優勢な南軍の不評隊の前進を食い止めること計中、これに成功した。この初期の戦いが行われている間、ゲティスバーグの地理を活かし、両陣営に大多数の援軍が派遣され続けた。午後になると、南軍の総司令官、李将軍も到着した。北軍側は、騎兵隊の応戦により南軍の進撃を食い止めていたものの、優勢とは言い難かった。 北軍側は第1軍団、ジョン・カイ・レーノルズ将軍式と第11軍団、オリバー・オー・ハワード将軍式の部隊が徐々に到着して防衛戦に加わっていったが、ゲティスバーグの北と西の尾根の攻防戦では南軍側が優勢であり、この戦いで第1軍団司令官のレーノルズ将軍が戦死した砲撃による戦死取れる。第1軍団の指揮権は、 アブナーダブルデーがこれを引き継ぐこととなったが、北軍は防衛線を支えきれず、ゲティスバーグ市内から撤退していった。ミードから一時的な現場責任者として、先に派遣されたウィンフィールド・スコット・ハンコック将軍が、ゲティスバーグに到着した。ハンコックは防衛戦闘に優れる指揮官で、ゲティスバーグの南の丘に陣地を構築させ、さらにカルプス・ヒル、セミタリーヒル、 セミタリーリッチ、ラウンドトップ、リトルラウンドトップの防衛線を築いて守備隊を配置した。この防衛線によって数キロにも及ぶ味方との連絡や援軍の増派が極めて容易に行えるようになり、戦闘が有利に運ぶ元ととなった。不利であった北軍は徐々に勢力を盛り返し、均衡を保つことに成功した。南軍のリー将軍は、 北軍の陣地の構築が終わる前に攻撃をかけるべきだと判断し、配下のリチャード・イーウェル将軍に命令を出した。ところが、この命令は、もし君がそれを合理的だと思うならば、丘の上にいる北軍を攻撃するべきだと私は思うが、残りの部隊が到着するまで大規模な戦闘は避けるようにという非常に曖昧なものであった。命を受けたイーウェルは、 南軍の損害を過大に評価していたこともあり、この日の攻撃を中止した。その夜、北軍司令官のミード将軍がようやく戦場に到着する。彼は戦況を把握すると、ハンコック将軍が気づかせた陣地を主体に防衛戦を続行することを決断した。攻撃を中止していた南軍は、二日の早朝に攻撃を再開することを目標としていたものの準備に、 手間取り、結局午後4時頃になって攻撃体制を整えた。このような遅延は北軍の有利に結びつくはずだったが、なぜかダニエル・シックルズ将軍は特に何の理由もなくセミタリー・リッチ以南の守備軍を配置外し最前線に移動させるというよくわからない行動に出ていた。この配置外でリトルラウンドトップ陣地が手薄になってしまったため、この丘に 南軍が攻撃を開始した。北軍はまたもや戦況不利となる。しかし、たまたま、リトルラウンドトップ陣地に通信兵がおり、南軍の行動をいち早く察知し、報告、この時戦況把握をしていた、ウォーレン将軍がこの情報を受け南軍の動きを確認した。リトルラウンドトップ陣地が陥落すれば、北軍の不利が決定的になると予測したウォーレンは、 できる限りの部隊をかき集めて陣地へ移動させた。この時移動させた部隊は四個連隊だったとされる。南軍の攻撃は、熾烈を極め、陣地の近くの森と草原において展開された。ここで起きた、リトルラウンドトップの戦いは、ゲティスバーグの戦いの中で最も激しかったと言われている。四時間にわたる熾烈な戦闘が行われたが、北軍のミリード将軍の巧みな戦闘式により、 南軍は陣地の突破に失敗した。北軍は兵力の面では劣勢に立たされていたが、ミード将軍は南軍が突破しようとするところを変える、たびにその場所へ兵を移動させて、的確に対処していたのである。この頃になって北側でも南軍の攻撃が開始されたが、あっけなく敗退した。D 将軍は3日目の戦いも、 基本的にこれまでと同一戦場で行う構想を立てていた。すなわち、ロングストリート将軍は北軍最翼を攻め、イーウェル将軍はカルプスヒルの北軍を攻撃するというものある。しかし、ロングストリートが攻撃準備を完了する前に、前日の湿地奪還を意図する北軍第十二軍団によるカルプスヒルへの砲撃が開始された。これに対応して、 南軍のカルプスヒルへの2回目の攻撃が実施され、午前11時まで7時間に及ぶ苦しい戦いが継続された。これにより、D 将軍は作戦構想の変更を余儀なくされた。修正後の作戦では、ロングストリートは、帰餓の第一軍団所属のジョージ・エドワード・ピケット将軍が率いるバージニア師団に、ヒルの軍団ら抽出した六個旅団を加え、 セメタリーリッチに陣取る北軍最翼中央部の第2軍団に対して攻撃を加えることになった。また、この攻撃を支援するため、南軍砲兵による北軍前線に対する砲撃を行うとに決定した。午後1時に170門の野砲による南北戦争最大規模の砲撃が開始された。砲撃に続いて実施されるであろう不評突撃に備え、 貴重な弾薬を節約するため、北軍砲兵は当初対抗射撃を行わなかった。15分ほど経ってから、野砲80門ほどが、砲撃戦にさらに加わった。大規模な砲撃ではあったものの、南軍は弾薬不足で北軍に大きな損害を与えるまでに至らなかった。午後3時ごろ、砲火が静まり12,500人の南軍不評が姿を現して、 1200メートル離れた北軍前線への前進を開始した。世に言う、ピケットの突撃である。厳密に言えば、ピケットはあくまでこの突撃を指揮した召喚の一人であり、必ずしも彼がこの突撃の総責任者ではなかったが、ピケットの突撃と知られるようになった。激しい砲撃と北軍第二軍団からの銃火により、突撃した。 南軍兵士の過半数は自陣に帰還することはなかった。それでも進軍してくる南軍の勢いに飲まれて、北軍の前線は一時的に動揺し、防御用の低い石壁が部分的には破られたが、防衛ラインへの兵力増強が成功し、南軍の攻撃は最終的に撃退された。また、この日は激しい騎兵戦が2箇所で行われた。スチュアート将軍の騎兵部隊は、 南軍左翼の防御と不評船の戦果をさらに拡大し、北軍補給線と通信線を脅かすため、北軍の右翼を迂回し、ゲティスバーグの5キロメートル東に進出し、ここで北軍騎兵と衝突した。クレック潤将の騎兵士団とカスター潤将の騎兵旅団により、互いにサーベルをかわす、長く激しい白兵戦が一駆された。 南軍ハンプトン旅団に対するカスターの突撃は、南軍の攻撃を鈍らせ、北軍後輩を脅かすというスチュアート将軍の目的を阻止することに成功した。一方、ピケットの突撃の後、ミード将軍は、キルパトリック巡将に対し、ビッグラウンドトップ南西のロングストリーと、軍団不標準地への騎兵攻撃を命じた。キルパトリック巡将機下のファーンズワース殉将は、 この行動の無防さを指摘し抗議したものの、命令に従って攻撃を観行した。彼の指揮する両団は大きな損害を受け、自身も戦死した。三日合わせての死傷者、及び行方不明者、捕虜は両軍合わせて五万人近くにもなった。被った損害は両軍とも同程度だったものの、人的資源に劣る南軍にとっては死傷者二万三千は、 非常にキー損失であった。それに対して徴兵可のお人口で南部に大きく勝る北軍は比較的すぐに人員を補充することができた。後に、グラント将軍がリー将軍に相対したときは、この人的資源の優位を可能な限り、場合によっては必要以上に利用してリー将軍に対して最終的な勝利を収めている。しかも、このゲティスバークにおいて北軍は、 南軍の進行を食い止め、南部に追い返すことに成功するという戦果を挙げたが、南軍は特にこれといった目的を達成していない。戦闘自体はひいき目に見れば引き分け、もしくは総兵力で劣る南軍が検討したと言えなくもなが、攻勢に出る前に、リー将軍が南部首都でディビス大統領らに説明した東部戦線での攻勢が西部戦線の危機的状況を救う。 という状況は実現しなかった。それどころか、それまで、なんとか北軍の攻勢に耐えていた、西部戦域の要所である、ビックスバーグが、ゲティスバーグの戦いが終わった次の日、1863年7月4日、路上虚しく、グラント将軍に攻略されてしまう。ビックスバーグの行為戦は5月18日に始まった、ため、2ヶ月近く耐えた後での会場だった。 この敗北によって南部はミシシッピ川より西の州、テキサス州、ルイジアナ州、それにアーカンソー州との交通をほとんど遮断されてしまった。この危機的状況を打開するため南軍司令部は敗北したといえまだ余力のあるリーの北バージニア軍からロングストリートの軍団を抽出し西部戦線に派遣しなければならなかった。ケティスバーグの戦いで 多くの兵を失った上に一個軍団を抽出されて、さらに兵力を減じきた北バージニア軍は、それ以降大規模な攻勢に出ることが不可能な状態に陥った。無意に任せて自軍から兵力を抽出されることを嫌ったリーは、この後一回だけ小規模な攻勢を仕掛けているが、ブリストー駅の戦いその時は、自身が戦場にたどり着く前に戦闘は終結していた。なお、 この戦いでも南軍は敗北している。逆の言い方をすればリーは攻勢に出た時は全て最終的に敗北している。この戦いが南北戦争の転換点であったかどうかというのはやや疑問の余地がある。確かにこの戦いの後北軍の優位が揺るぎないものとなったのは事実だが、それは別にこの戦いに勝ったから戦争での優位が確定したわけではない。 言い方を変えればこの戦いに勝った時期が北部にとっての転換期であってこの戦い自体が戦争の崇勢を決したわけではい。ではなぜリー将軍はわざわざこの時期を選んで北部へ進行したのだろうか兵力で劣り、装備も十分ではなく、食料さえ満足に行き渡っていなかった北、バージニア軍は明らかに北部に進行出るような状況にはなかった。しかしその反面、 この時期を逃してしまったらもはや戦争の数勢は決まってしまう可能性が非常に大きかったのだ。守ってばかりでは戦争に勝つことはできない上に南部はその守りすら満足に行えていなかった。南部はゲティスバーグの戦いの起こる前の時点ですでに西部地域をほとんど失っていた。南部の最大都市であったニューオルリンズ市はすでに北軍の手に落ちており、 ミシシッピ側の交通の要所であるビックスバーグもまさに陥落寸前と言える状況にあった。ビックスバーグが陥落した後は西部戦線に投入されていた北軍の部隊が東部戦線に送られてくることはらかであり、兵力の点では常に北軍に劣っていた南軍にとってはさらに厳しい戦いを強いられることになるだろうというのは目に見えていた。また北部の海軍によるアナコンダ作戦。 南部の港湾を封鎖する作戦で、終戦近くには海に出た南部の船の実に三隻に一隻が打歩されていた学校をそうし始めておりもともと高く、なかった南部の次能力はさらに削られていった。この時点で何らかの一撃を与えなければこのまま南部が北部の物量にすりつぶされてしまうだろうということはこの時点で多くの者の,の目に明らかだっただろう。 当然、リー軍もそれに気づいていただろうし、何度撃退してもすぐに兵力を補充して、進行してくる、ポトマック軍の相手をしている虚しさにも気づいたであろう。いくら自軍が勝利し続けていたとはいえ来た、バージニア軍も、海戦のたびに、多くの兵を失っていたし、人的資源の点で北部に劣る南部はその穴を埋める、ことがなかなかできなかった。南部は、 北部より一年も早く徴兵制を導入していたが、多くの徴兵の例に漏れず、大いに不評だった。また、ことも、その不満に拍車をかけることとなった。要するに奴隷を保有していない、貧乏な南部人が奴隷を保有している裕福な南部人のために戦っている戦争だという構図が、出来上がってしまったからである。物資不足だった南部では十分な物資、武器、弾薬、制服、 それに食料など、画商兵に満足に行き渡らなかったこともあり、南軍は常に脱走兵の多さに悩まされていた。結局南軍の場合こうむった損害は、他の部隊から兵を、もしくは部隊ごと引き抜いて、補充に当てたり、徴兵枠を拡大することで何とかしようとしたが、あまり成功しなかった。北バージニア軍を率いて北部に進行し、北部の地で、 ポトマック軍に壊滅的な打撃を与えることができれば、いくら人的資源が豊かな北部でも、また同規模の軍を編成するのには、時間がかかるはずであり、また国内での敗北に衝撃を受けた北部の市民たちが1864年の大統領選で、戦争継続を叫ぶリンカーン大統領ではなく、停戦、和平を旗印に掲げる民主党のジ,ョージマクレランを次期大統領に選ぶ。 可能もあった。もちろんこれはすべてうまくいった場合のシナリオであり、李将軍もそこまでうまく、物事が運ぶとは思っていなかっただろう。だが、簡単に言えば、南部にはそれ以外に選択肢がなかったのである。ある意味、これは、李将軍が戦争の転換点に近づいてきたと気づき、なんとかその敗戦を挽回しようとしたがゆえに、こったいだったとも言える。当時の戦闘を再現するために、 現在でもところどころに詳細を説明する案内板とともに大砲やその他の武器が多数配置され全米のみならず世界的に有名な古戦場の一つとして下記を中心に多くの観光客、見学者が訪れる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。